これからグランフィールについて説明いたします。まず同じヤマハのアップライトピアノを使って連打性の違いをご覧いただきます。一般的にグランドピアノは鍵盤を3分の1ほど戻すと次の打弦ができると言われています。それでは実際に鍵盤を叩いてみます。まずグランフィールのついているモデルです。続いてグランフィールのついていないモデルです。違いが分かっていただけたでしょうか。続いてグランフィールの仕組みについて説明いたします。通常のピアノにはこれから説明するスプリングがついていません。まずはこのスプリングでハンマーが弦から素早く離脱するのを助けます。次にこのスプリングで鍵盤を弾いたとき鍵盤が押し上がり、グランドピアノのようなタッチが生まれます。実際にご覧になりたい方はぜひ当社までご来店ください。